はい、皆さんこんにちは。こんにちは。テイク3です。早く。はい。今日はですね、あのハイエースの、まあ、ベッドを作るにあたっての、うん、その寸法をちょっと当たっていこうかなと思ってます。はい。まあ、っていうのもですね、うん、ベッドの下にあの 収納スペースを、うん、まあ、作ろうと思ってるんですけど、うん、まあ、そこに何を入れるかによって、うん、まあ、その上の高さっていうのはもちろん変わってくるんですよね、うん、だから入れたいもの、まあ、ポータブル冷蔵庫が、まあ、一番高さが高いものになると思うんですけど、うん、それを置いて、まあ、その上に、まあ、人間が座って、うん、上にどのぐらいスペースができるか、うん、によってその使う材料がやっぱり決まってくるんですよ、うん、あとあのワックのマットを敷く予定なんですけど、うん、まあ2枚敷いて2人分ね、うん、敷いてまあ使うんですけど、ワックのマットが10センチあるので、うん、まあ、その分も考慮してだよ、ね、加味してあの材料を選んでいかないと、うん、作ったはいいけど、うん、あの座った時にこうなってしまうとかっていうのもでね、ありえるから、うん、まあ、ちょっとそこら辺の寸法一回見てみようかなと思います、はい。で、奥行きの方はね、もう大体、まあ、決まってるんですけど、うん、いっぱいいっぱいで2メーターで行こうかなと思ってるんですよ、うん、っていうのもあの2列目シートに、まあ、人が乗れる状態を保ちながら、うん、後ろを車中泊スペースにしたいので、うん、まあ、そこら辺もね、一応その予定で、うんうん、そのような使い方で、まあ、考えてね、あの制作の方をね、検討してみようと思います、はい。まあ、それでは早速じゃあちょっと見てみましょうか、うん、はい。はい、それでは、うん、このまず冷蔵庫の高さですね。あ、その前にこれまだ正式に言ってなかったかもね。うん、言ってないね。あのハイエースの後ろに値段を貼りました。はい。で、中にですね、ここにあのマットが敷いてあるんですけど、うん、これの上にただ置いただけになります、うんうん、だから取ろうと思えば簡単に取り外せます、はい、でここのボルトであの固定してある感じですね、うん、もともとあのハイエースこれが付いてるんですけど、うん、この D カーみたいなやつ、うん、でそれのこの、 あの止めてあるボルトを長いのを買ってきて、うん、あのボルトを延長した状態であの締め込んでからこれを板を固定している感じになります。で板はネダノンですね、うん、24ミリのネダノンになります、はい、この冷蔵庫の高さなんですけど、まあ、約ですね38センチになります、うんうん、でだからあの材料を何を使うかっていうことなんですけど、うん、まあ、座高のあのビーコより多分僕の方が座高あると思うんですけど、うん、これにまあ座って残りのこの高さね、うん、出さないといけないんですよ。こういう状態ね。あ、もうねえじゃん。ほんとだ、ギリだよ。それに10センチマットが来るわけでしょ。そう、10センチマットが来るともうちょうどだね。で、材料がほら何を使うかっていうのをまあ出さないといけないんだけど、10センチ来るとちょうどか。早速もう壁にぶち当たりましたね。どうしようか。どうしましょう。なんか普通にこう座った状態で、うん、もう枠のマットが10センチだから、うん、まあ、ちょうどだもんね、今ね、ほぼね、うん、5センチ歩かないかぐらいじゃない。うん、多分、ま、枠のマットを置いたら頭がちょっともうスレスレでついちゃうよね。うん、うん、そうそう。まあ、でもこのマットはもう絶対使うから、うん、もうどっちかっていうんだったらこの冷蔵庫も入れない作りにしないといけないんだけど、うん、だからキャンプ用品とかを下にしまうんだったら高さもそれなりにないとはいけないんだけど、まあ、最悪その冷蔵庫はさ後部座席に置く感じにするしかないよね、うん、だね、うん、もうそれその作りしかなくな、うん、まあそれだったらマックのマットを引いて、うん、その上にま人間が座って、うん、で残りの高さを出すじゃん、うん、でそれでも取れるいっぱいいっぱいの高さで作るしかないね、うん、俺が座った時に頭を打たないでなんか2センチぐらいは上が余裕があるような感じで高さを作んないといけないということだ、うん、もうそれでいきましょう。はい、じゃあちょっとワックのマットを出してみますね。はい、じゃあワックのことを広げていきますね。
ダメだ。ビリッて。あ、俺がそこに握ってたわ今。よっしゃ。はい。空気がかり。させるもんじゃないんだ。取られた。よほどうまい。違う。こっち。ちょっと待って。こうね、ガバッて開けて。うん。一回でこう入れて、グッってするの。おお、本当だ。おお、やるやん。もう一杯。うん。もういいよ。もうパンパン。あ、結構入ったね。うん。8割ぐらいは良かったよ。楽やね。うん。あ、意外に沈むね、こう座った時ね。うん。どう？何センチぐらい？ちょっと、42センチで、まあ、この、まあ、頭皮からだったらこのぐらい余裕がある。ああ。もう本当にこの、でもちょっと待って、この一番高いところだと、あ、でも一番高いところだとこんぐらいだ、本当に。意味が分かんない。だから天井と頭の高さがこれぐらいしか余裕がないよってこと。その42センチで作ったらね。ああ、42センチの時ね。うんうん。40センチでいいってこと？高さは。いや、40センチは高すぎる。うん、高すぎる？余裕がありすぎる。今だったらこう。あ、なんで今でしててよ、なんでそれって何なの、マジうざいんだけど。あ、まあ40センチだといいけど、うん、まあ余裕はちょっとあるけど、さっきよりは、うん、うん、まあそのくらいでも余裕があった方がいいかもね。40センチでいいかも。40センチがもうちょっとプシーやって、プシー今。あ、プシーやったらもうスレスレだね、結構。まあ、あんまこうピシってこんな侍みたいに座ることないからだよね。で、俺武士じゃないからさ、うん、40センチでいいかも。じゃあもう板の高さのマックスが40ってことだね、仕上がりがね。うんうん。だからベッドのあ、面白い、今私何も言って何もだからベッドのこの下がもう40センチにならないといけないっていうことよね。こっからの高さがね。で、あの一応、まあ、これマット自体が約余裕を見て75センチか74センチっていうぐらいなんですけど、うん、こっちもまあいいぐらいで入るでしょう、うん、ほらこ、あの実際高さ上がるからこれまだこっちに寄るの、うん、今これに当たってるからだけど、うん、もうちょっと寄るから、うん、こっちの壁側っていうか外にね、だから2つ綺麗に並ぶはずなんですよ、うん。で、ね、一応まあ、僕が想像しているのは、うん、まず片方のベッドは70センチ分、この幅分ね、うん、こっから約75センチ分は、常設で、このマットを常設で設置できるように作ろうと思ってます。うん、で、もう片方はですね、ちょっとこんだけスペースを空けて、ここに、ちょっと、まあ、棚っていうか、うん、まあ、棚じゃないな。台みたいな、うん、まあ、テーブルにもならないけど何かちょっとポッて置けるようなやつでしょ、うん、そうっていうのをまあ考えてまして、うん、ここにも言えばちょっと通路みたいな感じでできるんですけど、うん、
で、あのもう一つマットを敷くときには、うん、あのここをね、よくあんま流行ってないけど、あの互い違いのもので、うん、スライドを刺してかけれるように作ろうと思ってるんですよね、うん、まあ、スライドレールも買ってあるんですけど、うん、でなおかつここのこのベッドの部分の下を収納にできるように、うん、その網になったスノコ状のものをこう跳ね上げられるように作ろうと思ってるんですよ、うんうんうん、まあそれもちょっとやってみながらじゃないと分かんないんですけど、うん、でこの間言ってたのはさ、うん、その全部つなげてあげれるようにするのか、うんうん、まあ二股に分かれてあそうねあげるようにするのかっていうのも言ってたよね。スノコ状のものをこっちとこことあのまあ一枚もの長いので作るんじゃなくて、うん、半分半分に上げて、うん、こっちも上げれる、うん、でこっちも上げれる、うんうん、みたいな、うん、でどっちも引き出せるっていう感じ、うん、そうそう、ただに二人寝るときはどっちも引き出してまあ、ちょっと固定する方法も考えないといけないんですけど、うん、引き出した状態でマットを置いて二人寝る、うん、でまあ寝終わったらもうそれを片付けて、うん、オープンの状態にできるように、うん、まあ、基本的には多分2つマットも常設になるのかな。だからまあ逆に言うと何か高さのあるものを運搬するとか、うん、あの買い物に行ってからまあ置いたりしたい時用にその片方直せるようにっていう感じ、うん、そうだね、うん、ですねっていうイメージです。はい、本当はここの上にもあのライトとかつけたりしたいんですけど、うん、ベッドを先に作っちゃうとこのパネル系をもう外せなくなるから、うん、ライトの配線なんかがもうできないわけよ。ライトってでも大事だよね。だから、まあ、天井の埋め込み系のライトをしないんだったら、うん、ああいうあのぶら下げる系の LED ライトとかって、まあ、売ってるよ、うんうんうん、だそういうのをもう何個かぶら下げてやるとか、まあ、それでも全然明るいと思うんですけどね。もうベッドを作っちゃったらその後まあ何かやっぱり電気つけた方がいいねってなった時はもうできないってこと。まあばらせばいいだけ。ああ、それはなかなかだよね。始まらんよね、うん、でもね、あとあのベッドを作ってしまったらユーザー車検になります。ああ、うん、でもそれはしようって言ってたことだからね、うん、少しでも安くするために、うん、じゃあまあそれで材料買いに行かないとね。だね。一番いいのは、うん、ポータブル冷蔵庫を後ろにやるのが一番いいんだけど、ね、うん、スライド式で、うん、でもあれか、ベッドを2つ並べたらスライドっていうのもなかなか難しいか。取る場所がないもんね。スライドさせる場所がなくないって2つも並べちゃったら、うん、まだよね、うん、だからどっちにしろも車中泊ってなったら冷蔵庫は後部座席とかに置かないと厳しいか。こちらの前にってことね。そう、うん、じゃないと取り出しができないもんね、うん、料理とかさ頻繁にするときに、まあそれか、まあ通常はあのこっちは椅子は出したままだけど、うん、車中泊の日に限ってはもう折りたたんで前の方にやってあげると、あのこんぐらい隙間が出てくるから、隙間とか余裕が出るから、うん、そこに入れるからね、うん、こいつをね。ああそうだね、うん、もう子供たちは行かないとかっていうのが最初から分かってればちょっとまあ余裕を持たすことはできる、うん、まあそんな感じでやってみるけ、うん、それがとりあえず例の試しにって言って二度とやらない。はい、それではですね、うん、先ほど寸法をまあいろいろ測ったわけなんですけど、うん、でその後実際にホームセンターに行って、まあいろいろ検討しながらですね、はい、まあ、材料をどれにしようか話し合いながら、うん、あの決めて購入してきました。はい、で、これはね、あの一応スノコ状に、まあ、作るわけなんですけど、うん、あのこの材料がさ互い違いにスライドできるように作るっていう話だと思うんですけど、うん、それのあのスライドさせる用の、まあ、天板に使うものになります。うんうんうん、で、2×3 材、うん、
になるんですけど、あの、まあ、2x4 材のちっちゃいやつだね、うん、あの結構ねここの目が詰まってて、まあ、硬いんですよ、うん、それなりに。そうで杉材のあのもうちょっと安いのあったんですけど、うん、それでも全然、まあ、まあ値段的にはねそっちの方が本当は良かったんですけど、うん、やっぱり強度的にあの、まあ、スライドさせるっていうことは、うん、あの中が1本飛ぶわけじゃないですか、うんうん、まあ、マットを2つ敷く場合はね、うん、だからあの強度的にやっぱりそれなりに1本1本がないと、うん、ちょっと怖いかなということで、うん、あの1本がね548円だったかな、548円、うん、値段はまあ乗っけとくんですけど、うん、ちょっと結構高かったんですよね。そう1本だからね、うん、木材が今あの値段が上がっているっていうのもあって、うん、まあ、そこそこちょっといいお値段しました、はい、まあ、けどやっぱりあの強度的にも考えてね、うん、あとやっぱり杉は結構厚みがあって、うん、まあ、重たかったんですよね、うんうんうん、まあ、乾燥材だったんですけど、うん、やっぱり厚みがある分重たくて、であの多分作ったらねまだずっしりあの重厚感がある感じになっちゃうから、うん、まあ、それだったらやっぱりねあのこの薄くて強い方がいいのかなということで、まあ、ビーコンも渋々納得するような感じですね。だいぶ見た目も変わるよって言われたし、うん、まあ、長い目で見た時にやっぱり最初でいいのっていうか、もうこれっていうのを買ってた方が、うん、後々いいのかなと思ったので、うん、これにしました。まあ片枠さんとかっていうのだったら、うん、これより厚みが1センチ厚くなって、これがあの60幅一緒ぐらいだったね、うん、なんか厚みが1センチ全部多くなるだけでさ、ね、うん、結構重たくなるよ。重かったのよ。それを考えるとねやっぱりね、うん、値段じゃないかなっていう感じなんですよ、まあ、でもかなり悩みましたよ、うん、結構いましたもんね時間悩んだよねだいぶ話し合ったもんね、うん、ということでとりあえず一旦、まあ、このねあの上のスライドさせるところの材料だけ購入して、うん、はい、あとの下 の, あの、まあ、台となる部分、うん、まあ、家にあの端材がまだ結構ありましたので、うん、まあ、それを使ってどうにかこうにか作っていって、まあ、足りない分はね、うん、あの買い足すような感じでやっていこうかなと思います。はい、はい、あとはもう実際に作りながら、うん、まあ、調整をしながらということで、はい、やっていこうかなと、はい、思います。はい、まあ、次はねもう早速あの制作ということで、うん、まあ、次っていうか次 の, あのハイエースの会話 ね, うんですね、うん、まあ、次週とかじゃなくて、はい、うんうんうん、ですね、まあ、実際にもう作業という形になります。はい、はい、ということで、はい、まあ、今回はですね、うん、こんな感じで終わりたいと思います。はい、それでは今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。Trying at all costs, oh, to keep you, babe. Oh, to keep you, babe. Doo doo doo. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, babe. Oh, I lost you, babe. I said goodbye.